はい、ヤクルト優勝おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、6年ぶり8度目のリーグ制覇ということでね。はい、ようやく決まりましたね。いや、今日決まるとは思わなかった。それはなぜかというと、はい、阪神が負けると思ってなかったから。そうです、豊さんはそういう予想をしていますが、ね、もう申し訳ないです。まあ、ヤクルト優勝ということで、はい、ね、ヤクルトが勝って阪神が負けたことで今日優勝が決まりました。う、ね、うん、まあ感動的だったというかさ、はい、まあ、非常に途中から追い上げていったんだよね。最初は決して調子が良くなかったんだよね、うん、先制点もね、まあ取られてしまった。まあ先制点というよりもシーズンを通してね。あ、そういうことですか。そうそう、はいはい、シーズンを通してあんまり調子がいい時期っていうのは最初はなかったんだけど、はい、やっぱオスナとサンタナが入って、うん、ちょっと打線に厚みが出てきて、まあ、そこからエンジンが全開になってくるという、やっぱ高津監督がブレなかったというのが非常に大きいよね、うん、はい、やっぱこう使い方、そういうことも含めてブレることもなかったし、ずっと我慢をして、うん、それと柔軟に対応していったという、みんなが納得するような形で、変化を求めていったという。まずやっぱり優勝のポイント、はい、ね、ちょっと上げていきたいんだけども、はい、優勝のポイントは、まあ、なんといっても防御率 3.45、 まあピッチャーの頑張りだよね、うん、まあ、昨年から言えばもう1点ぐらい違うんだよ、うん、だからもうピッチャーは頑張った。その中で奥川高橋の成長、はい、若手ですね、うん、で奥川の使い方もさ、やっぱり1回投げさせたら抹消して、うん、もう本当にちゃんとメンテしてまたマウンドに上げてあげるという、まあ、そういうこうなんか、うん、心配りというか、それがもうずっとこう変わらなかったのね、うん、奥川って調子が良かったしさ、やっぱこう中ローテ中6日で回したかったんだと思うんだけども、はい、でもそれを故障させないようにやっぱ我慢をしたよね、うん、まあ、それがやっぱこう今現在9勝ということで、まあ、10勝に王手をかけてるんだけどもね、はい、で高橋素晴らしくなったね、なんか結婚してからね、はい、もうなんか顔つきも全然違って見えます、ね、はい、男っぽくなったよね、はい、まあこの2人のやっぱ成長ということ、うん、それを支えたのがやっぱリリーフ陣ね、今野、清水、マクガフ、はい、で石山っていうのもいるんだけど、最初石山がスタートをしてね、クローザーで、うん、それでダメだと思って、まあ、失敗が続いてマクガフに託したよね、はい、うん、それがまず当たったという。まあ前半近藤というピッチャーもいたんだけどさ、まあ、故障して離脱してね、はい、でそしたら今野が出てきた。で清水、はい、もうホールド王だよね、うん、うん、で51かなんかの、今現在ねホールドを取ってるんだけども、やっぱこう勝利の方程式、はい、まあ、それをこう確立していったというね、非常に安定した、うん、またその投げっぷりがみんな良くなったね、強気に攻めていくという、うん、そういうところがやっぱこうピッチャーが良くなったところだし、はい、まあ、小川も安定もしてたし、はい、でやっぱりベテランの石川、はい、あの勝ち星に最初恵まれなかったけども、うん、やっぱ我慢して我慢して投げる、うん、で遅くても強気に投げるという、そういう姿勢がみんなになんかこう浸透していったという、はい、まあ、投手陣だったよね。だからまあ抑えをやってる、抑えじゃない、阪神で抑えをやってるスアレスか、はい、スアレスもヤクルトにお兄さんがいるんだけども、はい、スアレスも先発から中継ぎに回したりだとかさ、うん、だからそういうこうなんかすごく臨機応変に柔軟性が投手陣の中にはあったなっていうね、うん、そういう感じがしました。はい、はい、2つ目のポイントは、はい、得点617、うん、600点以上はヤクルトだけ。これ12球団見ても、はい、ヤクルトだけなんだよ、600点取ってんの、はい、だからすごく点を取っているというイメージがやっぱありますか。あるよね、はい、だからすごくなんていうんですかな、こう打順的につながっていくというね、うん、はい、そのポイントとなる打順がですね、はい、まあほとんど不動なんだよね、はい、でまあ塩見なんかはまだ経験がちょっと浅いからね、調子が悪かったら、うん、まあいろいろ変えられたりもしたけども、はい、やっぱり塩見が一番をセンターで打つようになって、うん、すごく得点力がアップしてる、はい、それを生かしたのが青木ね。でまあ山田も前半は打つ打たないっていうのが非常にこう不調の波が激しかったんだけども、うん、はい、ここに来て安定をしてると、うん、でまた守備も今年は素晴らしいわ、ファインプレーをたくさん見た気がします。そうそう、だから不動なんだよね。で4番村上ずっと不動、はい、で村上のこの成長、まあ2冠取るかもわからないよね、うん、
ね、はい、うん、もう巨人は岡本がもう試合全日程が終わってるから、はい、あと2試合残してるから村上が、うん、2つとも取るかもわからん、はい、でオスナ、まあ、入ってきたよねオスナがね、はい、サンタナ西浦でオスナがやっぱ悪かったらサンタナが調子良かったらこう変えるんだよねこことここでオスナとサンタナを中村が挟むんだよ、はい、あオスナとサンタナで中村を挟むんだよ、はい、ここがやっぱ一つのポイントなんだよ、うん、で中村ってバッティングってあんまり期待されてなかったんだよね、はい、当初でもみんなコロナで打順が組めなくなった時があったわけその時にあの高津監督が2番に入れたんだよね、うん、その時青木がいなくなってたって、はい、コロナの濃厚接触者で、はい、中村を2番に入れた、うん、でその時に中村が頑張ったんだよねそしたらなんかこう開眼したというかさなんかこう打てるようになって何かきっかけをつかんだきっかけをつかんだと思うよ、はい、いやそれでまた定位置の8番に行くのかなと思ったらオスナとサンタの間に入れたんだよ、うんうん、でオスナサンタナって続く打順じゃなくなったんだよね、はい、これ続けると何にもできなくなるんだよ、うん、例えばノーアウト1、2塁、はい、送りバントできないサンタナではでオスナも同じようなことが言えて、はい、中村をこの外人2人の外国人2人の間に入れるというのが一つのポイントだったんだよね、うん中村は送りバントもしてサンタナオスナーに回す、ね、でここ溜まってきて打てのサインだったら結構タイムリーも打つ、うん、非常にねこれあの渋い働きをした今年、はい、だから山田、まあ、青木山田村上っていうのがここら辺で目立ってるけども、はい、やっぱ下位打線に目を移すとやっぱ中村が効いてたうんだからここら辺が600点を取れるあの要因になったね、うん、でまあ8番西浦って書いても本山も頑張ったし、はい、いろんな人が1番を打っていったけども、はい、非常にあの不動で戦えたうんみんな怪我に強かったということだよね、怪我で離脱しそうかと思ったら復活してきたとかいやそう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 だから他の球団はさ、はい、まあ例えばその怪我してまあその10日間抹消されるとか、うん、まあいろんなことあったにしてもヤクルトだけはやっぱなんかこう不動でだからこうさっき俺がこれが書いたんだけどさ、はい、スラスラと書けたもんねそれなんでかっていうとやっぱ不動だからだよだからオスナも今現在調子悪い7番に行ってる、はい、7番のサンタナが調子上げる、はい、そしたらやっぱサンタナの、活躍で今日も勝つ村上の後ろがやっぱ怖くないと村上が勝負を避けられるんだよね、はい、だからそういう意味ではこの2人がよくオスナとサンタナがよく日本の野球に慣れたということだよね順応したということだよね、はいうん、まあ不動の中にもこうケースバイケースの形があったっていうことですね、うん、そうそうそうだからここら辺は非常に柔軟に対応したし、うんはいまあ、中村は柔軟に対応したというよりもその6番というのは不動だったんだけども、はい、送りバントだとかエンドランだとかいろんなところで貢献したよね、うんまあ、それとやっぱり中村の今年のリードキャッチャーとしての、はい、よくピッチャー陣を引っ張った、うん、だから MVP ははい、おそらく村上になると思うけど、はい、影の MVP は中村かもかなうーん、まあ、影でもないけどねよく頑張ってるけどね、はい、だけどあの本当そのぐらい、ま、あの攻守にわたって中村がものすごく効いてるよ、うん、いいあの働きがたくさんあだからみんなあの中村になったら褒めてやってくださいいや本当にいや本当、はい、まあその古賀っていうのもね、はい、若手でよく頑張ったけども、うんはい、やっぱまだまだやっぱ中村がね、ああいいキャッチャーだなと思わせる、うん、まあ6年前も中村が行っててね優勝してるけども、はい、やっぱこう経験者だよね数少ないね、うん、はい、はい、でちょっともう一回優勝のポイントを出すけども、はい、まあこういうことになってるね、まあ得点力がすごいよね、うんうんまあホームランも140本以上打って、うんはい、盗塁が70ぐらいなんだよねで非常にバランスがいいでホームランも出るし要所によっては足も使えるしという、うん、だから非常にもう攻撃力としたらすればバランスが非常にいいよねでまあやっぱり投手陣が、うん、もう本当にね解説陣は今年のみんなヤクルトに対してもう謝らなきゃいけないみんな大半が最下位だったからいやもう
2シーズン、この前のシーズン、うん、その前のシーズンっていうことを踏まえて、まあ、出だし、今シーズンの出だしっていうのは、ああこんな感じなのかなっていうところはやっぱりありましたか？まああったけど、よく頑張ってんなっていう感じでは見てたんだよ。ということは、でもシーズン蓋を開けてみたらちょっと印象は変わっていたっていうことですかね、うん、まあでもスタミナはないだろうと思ってた、うん、あこれ落ちていくのかなと思ったんだけど、はい、でもきっかけとなる試合っていうのは2つあったよね、はい、うん、まあ阪神戦の村上が少し抗議をした、はいはい、その試合が一つのポイントだとして、はい、うん、で次のポイントがあの中日戦で1点差で負けたんだよ。もうその時は優勝争いをしてたんだけどさ、高津監督がこう長い間審判人との協議をして、そうそうそう、ランダムプレーをしながら、はいはい、サードランナーがホーム突っ込んでタッチアウトになったんだよね、はい、それをちょっと審判のジャッジもなくて、ね、アウトなのかセーフなのかって、でそれプレーが続いちゃってすごく疑惑の試合になっちゃったんだけど、はい、その試合からすっごい痛いいっぱいだったんだよね。そうでしたね、うん、だからそれが次の試合落ちるか上がるか、ここがポイントだったと思うんだけど、はい、そっからなんかねすごく結束が強くなったような、うん、なんかそんな感じがするんだよね。だから一つのポイントはやっぱそのミスジャッジから生まれた結束力、うん、まあ、これにあったのかもわからない。そしたらあの試合はいろいろな意味でこう分岐点というかポイントになったっていう部分ですかね。なったと思うよ、うん、だからまあそういう試合をね、うん、乗り越えながら、うん、まあ、ヤクルトは今日、優勝にたどり着いたんだけどもね、はい、本当にあのなんかチームワークも感じさせる、なんか勢いもあったし、はい、なんかこう村上がねこうなんだ先頭に立ちながら、うん、でも手綱を青木が締めてるというような、うん、でキャプテン山田がね渋く声をかけながら背中で引っ張ってるというね、まあ、なんかすごいいいチームだよね。何かもういつ見てもベンチの雰囲気がとてもいい印象がもう今年のヤクルトはありました。あるよね、はい、だから負けていても決してこう沈んでいるようなベンチの雰囲気ではなくて、こう盛り上げてみんなで頑張っていこうというような明るい感じの試合の中でもそういうのが見られたとは思いました、うん、まあ最後にさ、はい、でもまあヤクルトが優勝した、でも本当感動的な、うん、もう本当にこう競り合った優勝だけども、うん、その相手となったのが阪神。阪神もよくさ最後まで頑張ったよね。本当に、いや本当にそう思う俺、はい、なんかもうこのまま下手って落ちていきそうかなって言ったところをさ、もうギリギリのところでもう頑張って、うん、はい、まあ最後は優勝できなかったけども、はい、まあ優勝したヤクルトを苦しめた、うん、それだけ苦しめただけ感動もあったと思うよね、ヤクルトの方には、はい、でもやっぱりその裏には阪神の頑張りも同時に称えたいと思います。はい、ね、まあとりあえずヤクルト優勝おめでとうございます。はい、おめでとうございます、ね、はい。